身長ビヨーン医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長の場所からチャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただく内容、もう皆さんの声が聞こえてきますよ。これこれって皆さん待っている内容ではないでしょうか。身長先生に聞けのシリーズですね。コメント欄の方にですね、疑問を書いていただいてピックアップして答えていく内容になります。今回は身長先生に聞けのですね、16番目の時のコメント欄からピックアップしております。もうね、最高の身長先生に聞きを皆さんにお届けしたい、そういう風な気持ちでいっぱいなので、今回はもう自信作というか、もう皆さんこれが見たいでしょ、これでしょってことでね、この内容いきましょう。なんとしてでも170cm 超えたい方ということでね、皆さん、ね、超大好きなシリーズですね。前回なんとしても170センチ超えたい方への動画も現時点でもう7万回再生ね、超えていて本当に超大人気というのも、やっぱりですけども170センチ超えたいんじゃないでしょうか。170センチ到達したいという声がね、本当に聞こえていきます。その声私答えさせてくださいってことですね。コメント欄の中に実際170センチ行きたいという方いらっしゃったので、その方が、ね、170センチ行くのかをね、一緒にですね、まあ検討しながら170センチというのをね、どういったものなのか勉強していきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。ということで、まずは170センチちょっと振り返ってみましょう。まず最初の一つ目は、これ欠かせないです。日本人のほぼ平均身長であるってこと。日本人の平均身長は大体171センチ前後っていうような表現が正しいかなと思うんですけども、少し高めに出してるデータだと172ぐらい、低めのデータだと170センチから171ぐらいの間ぐらいってことで、なんとなくね、平均より高くなりたいなっていうね、気持ちをね、皆さんあるからこそ170を目指すというね、そういった現状があるのではないかというふうに思います。あともう一つね、この事実も結構大きいのではないでしょうか。日本人女性のうち170センチ以上の人はわずかです、1から 2% 程度というふうに言われています。つまりもしですけども、170センチあれば日本人女性のですね、98から99% は自分よりも身長が低いということになりますね。そういった意味でも170センチを目指すということもあるというふうに思います。あとですね、まあさらに170センチあるとですね、スポーツの世界でもガンガン活躍できる。例えば今回ね、調べさせていただきましたけども、森友哉選手という方ですね。西武ライオンズのキャッチャーの方ですかね。まあ、僕あんまり詳しくないので申し訳ない。もし違ったらごめんなさいよ。なんと25歳にして年俸1億円以上のね、すごいキャッチャーなんですけども、そういった方も170センチということですね。さらにメッシ選手、ありがとう。何がありがとうなんだってところなんだけど、本当に世界のトッププレイヤーっていうだけでなくて、過去の歴史を通してもサッカーをですね、代表する超名プレイヤーですけども、そんなメッシ選手も170センチというふうに言われています。なおかつですけども、彼はですね、幼少期の頃に成長ホルモンのですね、治療を受けたということも有名ですけども、そういったふうにですね、170センチだともう世界でも活躍できる。しかも歴史に名を残せるほどのサッカープレイヤーになれ、そういった身長なんですね。なおかつなんですけども、下世話な話で申し訳ないんですけども、メッシ選手、年俸いくらか今回調べちゃいました。逆に皆さん見ない方がいいかもしれない。これはね、ある意味悲しくなっちゃうというかね、まあ、それでも、ね、夢があっていいなというふうに思いますね。発表させてください。メッシ選手の年俸、130億円。もしかしたらちょっと違うかもしれないんですけども、多分いろんなね、データがあるかなと思うんですけど、まあ、少なくともですね、日本のプロスポーツ選手の何億円プレイヤーとかって、もうそういう次元を超えたですね、遥か彼方のですね、まあ、数字ですけど、まあそういったですね、価格を稼げる、そんなサッカープレイヤーになれても、170センチの、もしかしたら特徴というかですね、まあ、170センチあれば、世界です。稼げる選手になれるという意味もあるかもしれません。ということですね、皆さんもね、もう目指したくなるこの170センチをですね、今回のですね、まあ、質問いただいた方がいけるのかどうかね、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。ということで、シャープさんですね、こちらですね、高校1年生の15歳です。今回6歳5ヶ月から現在15歳11ヶ月と16歳ですねまでのね、記録がね、正確にこうやって載っています。1年おきです。ですので非常に参考になりましたので、ピックアップさせていただきました。15歳11ヶ月で現在 165.5cm です。父親 166.7、 母親153。この成長過程が168から170までいくことはありますかということで、まあ、厳密にはですね、170センチというわけではなくて168から170を目指しているところなんですけども、いつもの通りなんですけど、こちらの表ですね、ちょっと見てください。左側です。 164.5cm のペース、青色のところが 166cm のペース、黄色い部分が 167.3 のペース、そして赤色が 168.5 のペース、そして緑色が 169.8 のペースというような形になります。緑の 169.8 ってのはほとんど 170cm のペースですので、最終的にこの緑のラインに乗っかっていけば18歳の時にほぼ 170cm に到達するというような表現になってまいります。今回はですね、168から170というような表現であれば、黄色とオレンジの間ですね、ここのラインが 167.9 ですので、そこに到達するとほとんど168のペースというような表現になってまいります。この表を使うと、まあ、大体何センチになるかがね、予測つくわけなんですけども、こちらのですね、データを使いながらですね、一緒に検証していきたいと思います。ということで、6から
10歳6ヶ月のデータをですね、こちらに共有しております。なおかつこの方ですね、データをですね、黄色く赤字で表記させていただいております。6歳から10歳6ヶ月、ここだけを見てみるとですね、よくわかるのが、本当に綺麗にまっすぐ成長してるってことですね。これはどういうことかというと、いわゆる日本人の平均的に非常に身長が伸びているタイプというような表現になります。ここのペースがですね、ちょうど166と 167.3 の間のペースにいるわけですから、単純計算でいくと 166.6 のペースにいることがわかります。でなおかつなんですけど、学童期と呼ばれるような思春期に入る前の時はですね、ご両親の身長も結構ですね、強く見させていただくことがあります。今回はお父様の身長が 166.7 センチ、お母様の身長が 153 センチということで、遺伝身長、遺伝的に計算される身長ですね、お父様の身長足すお母様の身長足す 13÷2 がですね、いわゆる遺伝的に計算される身長なんですけども、そちらの方で今回計算させていただくと 166.4 センチということで、現在ですね 166.6 のペースに乗っていて、なおかつ遺伝身長 166.4 ということで、ほとんど166前後に、ね、向かっていることをほぼ確定。この時点で見ると皆さんどういうふうに思うでしょうか。今回目標が168から170というようなことなんですけども、確かに足りないスピードなんですけども、一方で全く到達できない5センチ10センチ離れているというよりは、わずか数センチだけ足りないというようなペースですね。逆に言うとですね、狙うにはちょうどいいようなね、目標設定になっているのではないでしょうか。そして次ですね、こちらですね、11歳から14歳6ヶ月のデータですね。最初の衝撃のデータ、11歳6ヶ月の部分、ちょっとここだけ見てください。 165.3 から166.0 のところにですね、一旦こう落ちてしまうんですね。11歳6ヶ月で1個下の列に落ちるというのは、実は悪い現象ではなかったりもします。これどういうふうにお伝えできるかというと、半熟である可能性があるということになります。ですのでこれはですね、実は期待できるかもしれない、そういった表現になってきます。そこでさらに次のデータ、12歳6ヶ月、13歳6ヶ月、14歳6ヶ月というふうに見ていくと、左から右に横断しているのがよくわかると思います。つまりなんですけど、この方はおそらく半年から1年程度ですね、周りのお子さんよりも春期が始まるのは遅くて成長しているような形になります。ですので14歳6ヶ月 161.1 のペースというのは実は悪くなくてですね、そこで単純計算すると 167.9 のペースになるんですけども、ここからですね、半熟であればさらに成長が期待できるような形になります。それではですね、15歳から18歳のデータ見てみましょう。じゃん、15歳11ヶ月 165.5 ということなんですけども、16歳0ヶ月ということで、近似的にこちらの方で表に当てはめさせていただきました。そうすると 167.3 から 167.9 の間のペースというのが表現になってまいります。なおかつなんですけども、今回ですね、やや万熟傾向があるのではないかという、この成長曲線からね、私も予測させていただいたんですけども、ここからさらに真下に降りるのではなく、やや右にシフトしていく、つまりは 167.9 から 169 ぐらいまでね、十分いけるような可能性があるのではないでしょうか。170もね、夢ではありません。諦めずに頑張ってね、身長伸ばしてやっていきましょう。ということでね、今回ね、なんとしてもね、170センチ行きたい方やってことでね、解説させていただきました。いかがだったでしょうか。こちらの表です。もう一回ね、全部見ていきましょう。6歳から10歳6ヶ月のデータですね。一番右のですね、緑色のペースが 169.8 センチのペースになりますので、この緑色よりも身長が高いペースでずっと推移していけば、169.8 センチ、つまり170センチのペースに十分乗っているというような形になりますので、ぜひ参考にしてください。こちらが11歳から14歳6ヶ月までのデータです。そして最後ですね、15歳から18歳のデータになります。ということでね、このデータを、ね、参考にして、皆様ぜひ170センチに到達するのか、ぜひね、セルフチェックしてみてください。はい、じゃあここは、ね、いつも通りの身長先生聞けるね、続きやっていきたいと思います。はい、ということで S さん。いつも使用している表の年齢って骨年齢を基準にしているんですか？例えば年齢は15歳で、骨年齢が14歳だとしたら骨年齢の方を基準にするのですか？今ほどですね、ちょうど出した表ですね、こちらの表のことに関する質問だと思います。すごく、ね、いい質問であり、本質をつくようなですね、鋭い質問というふうに思います。ということで、前の方、実年齢に対してこの表に当てはめてみて、評価をね、下していったわけなんですけども、骨年齢、手のレントゲンを取った時の骨の年齢がわかるんですけども、どちらが優先されるかということで、最終身長に対してですね、ズバリ答えたいと思います。結論を言うと、実年齢の方が有効性は高いです。なぜならば、この表っていうのは実年齢を元に作成されているから、実年齢でまずは検討するっていうのは当然になってきます。それに対して骨年齢で補正していくっていうようなイメージになります。先ほどで言うと、真下に降りるのではなくて、骨年齢が若ければ、いわゆる盤熟であれば、右にシフトしていくでしょうっていうような推測が立つわけですね。そういった推測や補正値を出すために骨年齢を参考にするというような表現になってくると思いますけど、参考になりますでしょうか。はい、次ですね。A さん、ジュニアプロテイン買ったんですけど、カルシウムやタンパク質が結構な量取れます。運動も兼ねてジュニアプロテイン飲んで飛びますかってことですね。ジュニアプロテインがいいかどうかってことですね。いいんじゃないでしょうか。プロテインもね、本当にいろんな商品があるので、ジュニアプロテインという一括りで全部
解説は非常に難しいんですけども、タンパク質を摂取するというのはおそらくですね、まあ真珠にとってはいいと思います。ただしいろんな商品ってあるんですよ。プロテインって書いてあるほとんど糖質とかね、ほとんどタンパク質含まれてなかったりだとか、いろんな商品があるので、本当そこは注意が必要になりますので、総合して十分で判断していただくといいのではないでしょうか。はい、次ですね、 G さんですね。動物性タンパク質を最も安く多く食べられる食べ物って何ですか。僕が思い浮かぶのは鶏胸肉と卵なんですけど、やはりですね、おっしゃっていただいている通りだと思います。鶏肉や卵はですね、高栄養価かつ比較的安価にタンパク質を摂取できるというふうに考えてもいいと思います。はい、次 K さん。昨日病院で自分の骨を見てもらいました。医者曰く骨端性がほぼ閉じており、伸びてもあと2センチとのことです。O脚を直す以外に身長を伸ばす方法はないのですか、ということですね。まず一つ目のポイントとしては、どこの骨を見てるかっていうのもね、結構大事なポイントになってきます。で、あとは骨端性がほぼ閉じている、ここもねだいぶ違っていて、15歳0ヶ月の時点で骨端性ってのはほぼ閉じています。皆さん、ね、意外かなと思うんですけど、例えば15歳からですと大体ですけども、4センチ弱ぐらい身長がですね、最終的にですね伸びることが期待できますので、そういった意味だと全然で2センチということではないんじゃないでしょうかね。ただし、まあ、完全に閉じてるって表現ですけども、骨年齢17歳程度であればやっぱり1センチ程度しか伸びないとか、そういった表現もできると思いますので、ほぼ閉じてる、そこをですより正確に見ていただくことが肝になってくるかなと思います。はい、次 K さん。電気屋さんの店員さん、いや特にヨドバシの店員さんの身長高すぎるのなぜですか。178か180センチ台の人が多く、190センチ前半の人がちらほらいますこと。これはね、本当にヨドバシカメラにちょっと電話して聞いてみようかなって思っちゃってますけどね。まあいいでしょう。はい、次ですね、ユウさん。無性と身長は関係ありますか。ありますね。これはね、明確にある程度関係あるというふうな表現ができると思います。思春期もしくは第二次成長期って表現ですけども、そういった時期に入っていることを示唆する大事な所見になってくるというふうに思います。ですので、まあ、そういった症状があればかなり思春期が進んでいるという表現になりますので、今後ですね、まあ、身長伸ばすという意味ではスパッとに入ってきたなという印象で、気を落とさずに身長伸ばしていただくといいというふうに思います。はい、次ですね、 P さん。身長に対して腕がかなり長い場合、背が伸びますかってことなんですけどもね、どうでしょうね。ただしですね、腕の長さ、この長さと身長はですね、まあ、ある程度相関関係があるので、短いよりは長い方がまあいいかもしれませんね。はい、ということで最後の質問です。 A さん。成長ホルモン分泌不全症で無治療の場合、思春期の成長スパートでは伸びないのでしょうか。どのような伸びになるのか教えてください。12歳138センチ、病院に行ったら何も検査せず、最終身長160センチとのことでしたら、成長曲線で成長ホルモンが出ているかどうか分からないでしょうか。先生のご意見を聞かせてください。ということで、ね、まあ、いくつか質問があるんですけども、ちょっとピックアップして答えていきたいと思います。まずは12歳で138センチということで、最終身長160センチということなんですけども、まあ、厳密に言えばですけども、12歳0ヶ月で138センチであれば、162.3 から163の間ですね。この内容で成長曲線で成長ホルモンが出ているのか分かるのかっていうことなんですけども、まず一つはですね、おそらくなんですけども、成長の過程からですね、いわゆる平均的に身長が、私はよく出している表でいくと、真下に降りているような状態であれば、成長ホルモン分泌不全というのは疑いませんので、おそらくそういったような状況だったというふうに言えると思います。そういった意味合いからですね、単純にこういった成長曲線を使用すると、成長ホルモンが分泌がですね、明らかに出てない場合は分かるというふうな表現もね、できると思いますけど、いかがでしょうか。あとね、まあ検査してくれなかったということなんですけども、最終身長が160センチを超える場合は、模型診療だとなかなかね、検査をしてくれないことが多いと思いますので、もし、ね、どうしても身長を、ね、伸ばしたいという方は、自費診療で私のクリニック等でですね、検査を受けていただくと、いろいろと分かることがあるのではないでしょうか。はい、ということでね、もう本当に今回ね、気合い入れまくり、身長先生に聞けの20、どうだったでしょうかね。30回、40回、50回、100回とね、身長先生に聞けもね、どんどんやっていってですね、皆さんの少しでもですね、役に立てるようにね、頑張っていきたいと思います。身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。今後もね、頑張って配信していきますので、ね、チャンネル登録、改めてお願いします。あとね、友達もぜひ連れてきて、全員チャンネル登録してね、もう早く1万人行きたい。はい、頑張ってやっていきましょう。それではね、またよろしくお願いします。身長美容バイバイ。